そうですね、やっぱり5年ぐらい経った頃かな、最初は本当に暇だからなんとなくね、あの子供が好きだしやろうって思ってたのが、はっとこう気がつくと子供がそのアートを通してどんどん変わっていくのが見えるんですね。その時にすごい大事な仕事だって、これは遊びでやるっていうか自分が楽しむためにねやるなんていう仕事じゃないってことに気がついたの。ここ産業団地って言って70年代の半ばぐらいかな、この辺の工場地帯がまとめて佐中浦っていう、このここから歩いても15分ぐらいのところ、そころにできて600社ぐらい工場ができて、それ学校もできて住宅もできてって、そういう町づくりが、人工的な町ができたんですよね。そこに小学校の5年生の男の子が、85年の2月だったと思うんだけれども、すごく詩を、お父さんが詩人 で彼もすごく繊細な詩を書ける子で、こんなふうにね人工的な町を作って、こう経済的に豊かにして先何になるんだって、そういう詩を書いて自殺した子がいたんですよ。それがたまたまね、その子いろんな問題あったけれども、まあほとんどは新聞市場のことでテレビのことっていうねことでいたんだけど、うちのクラスに来てる子と同じクラスの子だったの。それですごくびっくりしてね、どうしたらいいんだろうっていうのを肌で感じて、危機感を。で考えていた時に、たまたまその数年前に行ったエジプトの子供たちのことを思い出したの。本当に貧しい中にいるけれども、目がキラキラして、もう貧しいなりにねすごく前向きなんですよね、明るい、うん、やっぱり神を信じてるっていうかね、インシャラっていう明るい国だからね、その子供たちに会わせたいと思ったの。うん、それで子供たちを連れて、まあ逆療法、いや食療法みたいなもんで、うちに来てる子もまあ精神的な問題を持った子も多いし、普通の子もいるんだけれども、冷めてる子だとかね、アレルギーを持った子だとか、寡黙になってる子だとか、いろんな子供が来てた。でそういう子供たちの行きたいっていう子をボンと連れてって、そういう中にねその子供たちと会わせたいと思ったの。それがスタート。うん、光平です。僕は今、アシスタントをしてるんですけれども、小さい頃は5歳か6歳ぐらいからかな、小学校の間、中学校の途中ぐらいまでここに通ってました。で、僕はまあ、なんだろうな、一番印象に残ってるのは、いじめられてた時に、もう自殺してしまおうかって時に、浅葉先生と一緒に日の出を見に行ってて、それが一番僕のここの教室でずっと尽くそうと思ったきっかけです。でまあ、これ日の出見てた時書いてたやつなんですけど、こういうの書いて、これ先生が書いて、これ僕が書いてっていうのやってて、でまあこれといってなんかアクションしたわけじゃないんですけど、多分これをやってたことによって自分は自分でいいんだっていうのをなんか分かったような気がします、今からしてみれば。とその時は別にただ日の出見に行って体操してってやってただけだけど、まあ、やっぱ日の出を見に行くっていうことのパワーをすごい今は感じてますね。こんにちは。じゃあキャビンセンターで引くからね。
あのね、50年って言うとやっぱりね、初めて50年迎えたわけ、私は社長になったわけね。そしたらやっぱりね、すごい見えるんだよね。初めて立ち止まるとね、何が見えると思いますか。はい、なおちゃん、何が見えると思う。出た、無茶振り。無茶振り。何が見える、何が見えると思う、立ち止まると。なんで、やってないもんね、みんなね。疲れてやばかもしれないね。あのね、未来が見えるの。わかる？時代の未来も見えるし、自分の未来も見える。それがよくわかったの。そう。ところが去年ぐらいからなんか自分でね、ここのスペースをなんかしたいっていうことになって、でここのカフェができて、カフェももう自然発祥でね、今ここにいるくまちゃんが始めてくれたんだけど、私ね、その頃ね、乳がんでもしかしたらね、もう1年持たないかもしれないっていうふうに思ってたわけ。私の先生が乳がんで同じ状況だったわけ。でも死を覚悟して遺書を書いて、それでじゃあ自分が死ぬってことが分かった時に何をしたいかなって思ったら、自分が旅をした時にね、集めたいろんなもの、それに命を与えたっていうか、それをみんなにねこう見せてあげたいっていう、そういう気持ちになったわけ。本当は元気の時はね、一枚の絵でも完成させたいと思ったけど、そんなんじゃないわけ、実際そうなったら。それでじゃあ私が死んだらランちゃん、ここ小さくてもいいからミュージアムにしてよって言ったんだよね。で書いたんだよね、一冊まだその遺書のノートがあるんだけど。そして病院に行ったら実はそうじゃなかったまあ大体そうなんだけどね。それでじゃあね、自分でやればいいじゃんって感じになって、でくまちゃんに相談したらね、じゃあ夢を語ろうって言ってね、みんなで集まって何かをね、未来を見つめるところ、いろんな情報の発信ができて、お友達たちができて、いろんな学び合えるところを作りたいねっていうね、まあ、そんなことでやって、それでは50周年おめでとう。過去、ここの中心がね、46億年前の地球ができた頃なんです。そのことを意識しながら、生まれる前、
それから生まれてから今日まで、未来って、それをね、もう子供は子供なりの気持ちで、全然それから外れてもいいの。意識してその事業をやって、その時にね、やっぱり自分は考えてるわね、子供でも。それが後から帰ってこう見るとね、子供って真剣にすごい考えてるんだなっていうのがね、よくわかる。同時に、浅場カルコさんにも出会って、子どもの追いかけ教室の方にも、関わることになったんですけど、まあ、アートとは、現代アートとはみたいな、作品を作っていくことはどういうことか、評論していくことはどういうことかっていうのを勉強して帰ってきた私に、子どもたちが絵を描いている姿を芸術祭や、デザイン教室で見て、なんか大学2つ出た意味が全くわからなくなってアートって人にある、人の中に、全員、全ての人の中にアートがあるんだっていうことを、ものすごいカルチャーショックで、葉山芸術祭と浅場デザイン教室で見させてもらって、もともと割といろんな勉強することが好きだったんですけど、そこから、超現場のこう活動が、ほぼ15年ぐらい続きました、ね、小さい頃から親も含めて美術が好きだったりとか、したんですけれども、結局、美術を通して人と関わっていくっていう、アートコミュニケーションだったり、アートマネジメントっていうものに興味があって、それからの、日本に帰ってきたからのキャリアをスタートさせたんですね。で、子供がこう、本当に2歳ぐらいの子供が水彩画をやっていたり、葉山芸術祭の町にいる人たちがみんな集まって、何かクラフトをやったり、音楽を楽しんだり、町の中にアートがあったり、その子供の中にもともとあるアートがこう自由に表現されるっていうのを見て、すごく感動的だったんですね。アートは例えばたくさんこう訓練や修行した人が、もしくはきちんと美術館の中で見るっていうものだったんだけれども、いや、そうじゃなくて、アートは実は全員の中にあって、全ての人がアーティストであるっていうのを、葉山と、葉山芸術祭を主催してた、浅山さんと、金沢文庫で浅場デザイン教室やってた浅場先生の、アシスタントをやることで気づかされた。やっぱり自分がすごい楽し、来るのが楽しくて、当時は教えてるとか手伝ってるっていう気持ちだったけど、私も一緒に教室に通ってたんだと思います。育ち直されたっていうか、そう、子どもたちが作るのを手伝って、やっぱ本当昔からなんかこう工事現場見たりとか、なんかこう作業してる人を見るのすごい好きだったから、なんかそれがすごい間近であって、いろんなそれぞれの個性があって、いろんな進め方があって、それを見るだけで、なんだろう、ああこうありたかったなっていう、自分がこう自分の中でこう育ってったっていうか、なんか、子供のためにっていうよりも、もしかして自分のために通ってたんだなって思います。私、人に恵まれるなって自分の人生をすごい思うんだけど、浅場先生がいるのが当たり前の人生を20代ぐらいから送ることができて、それもすごい幸運だなって思います、本当は、週1回とか週2回とかコンスタントに毎日会える立場ってね、教室の生徒さんかスタッフぐらいしかない、それか家族は毎日は会えるかもしれないけど、そう、それで、浅場先生が本当自分の生活にある、いる、いてくれることがすごい、ね、
すごい本当大きな変換期になったなと思う、うん、なんかさっきあのできないって言っちゃダメとかやりたくないって言っちゃダメとかそういう風にして子どものポジティブな気持ちをこう出させよう出させようとする先生の教室の中にいて私もこうグーって頭でっかちだったのがこうほぐれてきてっていうのはすごい浅葉先生と会えなかったら今はないなってすごい思います。まず浅葉先生がどんな方かも全然私は知らなくて、なんか当時あの日本に来ていた私をアボリジニの森に誘ってくれたグレンがグレンを案内しているうちに金沢文庫芸術祭浅葉スクエアっていうものに出会って、であのスタッフミーティングにあの7人か8人ぐらいで行ったんですけど、でその時に私はその浅葉和子先生っていう存在ももちろん知らなくて、そういうそこが何かっていうことも知らなかったんですけど、なんかうわなんて笑顔が可愛い人なんだろうって思って、なんか笑顔のままの顔の人に初めて会ったなって思って、その笑顔のままパッて私の方を見て、なんか直子ちゃんっていうのって言って、なんか人生変わるよって言われて、なんだろうと思ったんですけど、なんかその顔とその人生変わるよっていう時のその顔を今でもなんか今でも鮮明に思い出せる、なんかそれがなんか私の中の浅葉先生の始まりでした、うんうん、なんか今本当になんかすごい大事だなっていうか、なんかすごいたくさんサービスがあるし、なんかいろんなことがすごいこう何に物だけじゃなくて精神的なものもすごいこう与えられてしまうと、なんか自分で悩んで苦しんで見つけたことの喜びみたいなものがすごい実は減っちゃうんじゃないかなと思って、でもあの先生のあり方ってなんかいてくれる見ててくれるっていう安心感と自分でそれを発見させてくれる喜びっていうか、それがなんか私の絶対自信を培ってくれたって思って、でもなんかここに帰ってきたらどこからでも帰ってきたらお帰りってあの笑顔でいてくれるっていう、なんかそのことの大きさっていうか、これなんか私そこがなんかこんな素晴らしい先生を知らないと思う、本当になんか一番のっていう言い方変なんですけど、本当にそれをいつもなんか感動するから、だからあの私が勝手に学んでるみたいな、うん、なんかでもその勝手に学ばせてくれて、いつも先生は先生の世界にいるなっていう、そこがなんか大好きだなっていう、うん、まあね、まだある意味でね軍隊的な兵士をよくあの、ね、養成するみたいなところはまだ根底に残ってるような気がする。それと一番問題はね、いいところを見て進めないわけ、うん、悪いところを見て直すっていうのが中心になってるのね、うん、そしてやっぱりねそこが一番問題だと思う、うん、どんな子供でもね必ずいいところが見方によってあるわけ、角度によって、うん、そのいいところを見てねその子に言ってあげれば必ず伸びるの、うん、それがないのか、もう日本だけだってアジア、昨日夜テレビ見てたんだけど、うん、BS で中国のねそういうのやったんだけど、本当に悪いとこを見て、うん、こう規律の中に入れようとするのね、はめようとする、だからその国としてはやりやすいわけ、その方がね、うん、うん、団体でこう育てられるから、だけど個人の気持ちはいつも抑制されるから、いつもなんか爆発的なね、うん、ものを持ってる、うん、教師やって一番大事なことはね、
あの自信を持てること、自分の本当の中の自分に会えること、夢中になってる時はもう自分の本当の内面に合ってるからね、うん、そういうことと自信持てることとね、あとうちの教室で一番大事なのはできないって言葉を言っちゃいけない、うん、できないって習慣になって言っちゃうのね、うん、子供は。だけどできないって決めた途端にね、もう神様は、うん、あこの子はできないよっていうことを望んでいるから、うん、じゃあできない組にしましょうって、できなくなる、うん、できるって思えばね、うん、必ずできる、うん。おめでとう、すごいね先生。あの私浅羽のスクエア来た、初めて来た時も6年前ぐらい、6年、そうそう、浅羽に来てもずっとずっとも私の家になりました、ね、先生ほら丹先生言ったあのママ、私のママも、ね、最初働いてウーファーして、あとで隣のお家に移行してて、もう浅羽人になっちゃった私も。じゃあ先生本当にありがとうね、といろいろこれからもう楽しましょう、音楽とかアートとか子供と一緒にね、ゆらいちゃんみらんちゃんもどん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 大きくなる、だゆらいとみらんももう音楽を一緒にやろう、先生もそれをね楽しんでください。じゃあ、おめでとう。ナマシカル。メイボーッ、クシオリムジェヤーパーアジェ、メイシヤモジテンプルメイベタウン、オーヤサバドラテ、ハマレドスト、マチェイジケ。メイジャーパーテラボウンウエスタン、アサバケラダ、アサバアーツスクエア。इसी साल असाबा आर्टिस्ट स्क्वायर ने 50 साल पूरे किए, 50 इयर्स दे आर सेलिब्रेटिंग। 50 सालों में न जाने कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैं तो पिछले 3 सालों से जानता हूँ असाबा आर्ट सेंटर को। मैं जब जब आया हूँ, साल में एक बार आता हूँ मैं अपनी छुट्टियों में, मुझे यहाँ ऐसा नहीं लगता कि मैंने इंडिया खो दिया है, इंडिया छोड़कर आया हूँ मैं, एकदम घर जैसा माहौल। जापान में एक तरह से मेरा ये दूसरा घर है, आर्टिस्टिक घर, जिसमें असाबा मम्मा, मैं उनको मम्मा बोलता हूँ प्यार से, 78 इयर्स की ओल्ड आयु में भी, 78 साल की आयु में भी वो इतनी पावरफुल है, हार्ड वर्किंग। सुबह मेरे साथ आती हैं, 7 बजे योगा करती हैं करीब 8:30 बजे तक के, उसके बाद वहाँ जाती हैं आर्ट सेंटर में अपना संभालती हैं, और उसके बाद पूरे लोगों को संभालती है, बच्चों को सिखाना, उसके बाद हम लोग शाम को खाना खाते हैं एक साथ, और फिर रात को भी बहुत सारा काम कर रही होती है इंटरनेशनल लेवल पर। ये सब चीज़ें देख कर मुझे लगता है कि सचमुच धन्य है वो माँ असाबा जी। और मैं यहाँ पर पाता हूँ कि यहाँ पर जब आता हूँ तो इंटरनेशनल आर्टिस्टों से मिलता हूँ, बहुत सारे कलाकारों से मिलता हूँ, वहाँ पे ऐसा लगता है कि उत्सव मनाया जा रहा है। स्लोवाकिया से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, चाइना से, इंडिया से मैं आता हूँ हर साल, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, ऐसा कोई जगह नहीं होगा विश्व का जहाँ के लोग यहाँ पर आकर उस संस्था पे सेवा न करते हो, सीखते ना हो। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं इस पावन अवसर पर, जो 50 साल के उत्सव पे के अवसर पर, मैं असाबा आर्ट सेंटर को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और यहाँ से पूरे विश्व के लिए
शांति का उत्सव का आनंद का खुशी का एक मैसेज जाए और जापान का यह सेंटर बहुत ही मशहूर तो है ही और भी हो सारे लोग इसकी सुविधाओं का फायदा उठाए सारे लोग खुश हों Our philosophy is that art is for the spirit. We've created a book that is called Art for One World, and it is the story of three people's lives, really, myself and Kazuko and my husband Dale, and a 50-year period in all of our lives. We realized when we started, Dale and I were doing this book together, and we realized we had so much in common with Kazuko, that she should be included in the book as well. And what it encompasses is that, for one thing, art is of course a spirit and soul, but also it's for the world. When you're doing art, it can be for the world. And when I looked at our life, because we've done projects all over the world too, my stories have been in, you know, in New York and Guatemala and Mexico and Korea and many places in the world. And Kazuko has also traveled so many places to work with children, you know, in the world, in Laos and Bhutan, in Brazil. She went, you know, to Egypt, her trips to Egypt, her trips to Mexico. So really, the art we've done with the children and the art I've created for my stories is really for everyone. And the world is really one. The world is one. And that came to me when I went to India first time in 1973. I was actually not well, and I became healed in India. Mm-hmm. And I realized and had a revelation that the world is one. Mm-hmm. It's all one. And so that's why this book is actually called Art for One World. Mm-hmm. It's all together for one. And there are different segments in this book. We've got 7 different parts to it. Mm-hmm. And every part to it is important in the development of the whole thing and the development of all of our lives. When you go through sort of to be inspired for others. Yeah. But there's the beginnings, of course, there's the transformations. You know, there's the medicine that comes through life experiences. Mm-hmm. There's the wonder that comes when you realize nature is giving us all this wonder, mm-hmm. and all this beauty. And then, of course, there's the connections to the higher consciousness, mm-hmm. and the third eye, and things that become like miracles in our lives. And the divine, which is connection to doing art that is connected to creating with the divine. Mm. Whether it's something that comes through a dream, and then the dream is told to you and you manifest it, or it's something that you just get a sensation, an intuitive feeling while you're doing it, that this is greater than you. Mm. Just what you're doing is greater than you. It's for the world. It's for everyone. So that's what Art for the World is. And we've included in the Art for the World activities as well that can be done by children. And some of these activities are actually activities that Kazuko was doing with her children. Mm-hmm. You know, like the environmental bureaus many wonderful things. Because mm-hmm. she's a prime example of art for one world.
朝葉との出会いは、奈々ちゃんが5歳の時に、奈々ちゃんもちっちゃい時からこうピカソの絵を見るのが好きだったり、ピカソの描いたものが本物が見たいって言って、なんか展覧会があれば見に行ったりとかしてたんだけど、その時にしょっちゅう通っていた月印っていう骨董のカフェに2人で行ってる時に、魔法使いがいるから奈々とそこに通ったらいいって言われて、でもう次の日に電話をして、その魔法使いのところに会いに行ったら、ちょうど1月の最初の授業で絵描き染めの授業をしていて、もう体を使ってこうバン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 絵の具で描いて、で称名字でなんか変な体操をしてて、先生たちが、でちっちゃい奈々ちゃんはなんかもうそれに混じってやってみたら、もう行くって自分で決めて、いつもそんなことなんか決められなかったんだけど、ちっちゃい時もう行きたい行きたいって言って、でその日のうちにもうこの教室に入らせてくださいって連絡したのが始まりで、今度もその日替わりカフェがなくなるっていう話になって、でくまちゃんが辞めるからさあどうした、これからどうしようみたいになった時に、先生がじゃあカフェをやらないかって言ってくれて、でその時はとてもじゃないけどできないと思ったからお断りしたんだけど、そしたら次先生また娘のはるちゃんとやらないかって言ってくれて、ではるさんとも挨拶しかしたことなかったんだけど、なぜかはるさんとできるかなと思って、ではるさんとやってみるって言って、で始めて、ではるさんと何ヶ月かな、何ヶ月も結構遠慮しながらカフェも続けてたんだけど、一回大爆発の大喧嘩をしてそれからなんかもうスコーンと2人が変わって、もう言いたいことも言い合えるし、本当なんていうのかな、もうはるさんは家族以上の関係になって、まあ大ママは本当にお母さんだったんだけど、それと同じぐらいにもうはるさんはもう家族っていうか、もう家族以上かな、家族以上の存在になってカフェが本当に全てになって、でも気がついたら朝バーとスクエアが全てだったんだけど、でそのカフェをやってる時に、なんだか家族もなんだかバラバラになって離婚があって、で七空を一人でなんか育てなきゃいけなくなった時に、先生はね、先生は私は違う仕事をしないと食べていけないなって思ったんだけど、先生はとにかくここでやれって、で絶対助けるからここでやってほしいっていうのを言って、とにかく春さんも私がもう助けるからっていう、浅葉先生と春さんの強いこう気持ちをもらって、じゃあやっぱりここで育てていこうって、ここで仕事をしてこの中で七空を育てようっていうのを決めて、カフェを続けて やってたんだけど、本当に助けてもらって、教室も通えないと思ったけど、七との居場所だから通わせてもらえたり、はるさんも本当にカフェ一緒にやってるんだけど、私が本当に生活できるように支えてくれたりとかね、そう、もう全て支えてもらって、もう家族の中に自分の家族もいるんだけど、もう浅葉が家族で支えてもらって、その中でその時に大ちゃんが大工さんで来てて、なんかいろいろ話すようになったら、大ちゃんもなんか寂しい部分がある人で、でやっぱ2人は家族っていうことをすごい考えてたから、その時にでもお互いが幸せにしてあげたいなっていう、お互いを幸せにしてあげたいっていう思いになって、
まあ出会いがあって、まあ浅葉アートスクエアがなかったら大ちゃんに会うこともなかったし、それで一個一個もう一回家族を作り直そうと思って、また浅葉の中でやり始めたのね。子供の頃はまあそうね、他の友達のうちと比べても全然違うし、まあ普通を結構求めたりした時期もありました。お母さんはもう本当に仕事に熱心で、もう言ってたように後ろを振り向くことなく本当に情熱を注いでこの仕事を、まあ、天職として授かって、お役目として、この仕事を50年間ずっと突き進んできてやってきたと思うんですけれども、やっぱり寂しかった思いとかもちろん楽しかった思い出もたくさんあるんですけど、まあ普通のお母さんとは違うなっていうのをすごい思っていて、うん、でもすごい良かったことは、自分もものづくりがすごい好きなんですけど、その原点はやっぱりここにあったなっていうのをすごく思っていて、子供の頃の体験とか、子供の頃に体験させてもらったものが、本当実体験がすごい記憶の中に残っていて、私は物を作るのがすごく好きなんだと思っていて、その中のエピソードの一つとして、合宿に行くことがあって、その時に茨城の分校に、私が小学校6年生か、まあ、中学校1年生ぐらいの時だったと思うんですけど、連れて行ってもらって、その時に縄文土器を作ろうっていう授業があったんですね。それで私はもう初めて触る土と、もう本当に何もないところから縄作りをして器を作る、そしてもう本当に夢中で汗をかきながら作り上げたのを今でもすごい鮮明に覚えていて、でその後に作った作品を校庭に持ってってみんなで野焼きして焼くんですけど、その時が本当にお祭りみたいで、みんなが大人も子供も本当大騒ぎで火を囲んでみんなで焼き上げたんですね、野焼きを。その時の作品がどうだったかとかちょっと覚えてないんですけど、でもその経験がもうものすごく楽しくて、で今でもやっぱり物を作る楽しさとかが自分の中でもすごい一番大事にしてる、一番落ち着くというか、物を作ってる時はが大好きな時間になったと思うのは、このデザイン教室のおかげ、お母さんのおかげだと思ってます。浅葉アートスクエアっていう場を作ってくれて、大人になった今でも本当にかけがえのない出会いがあったり、浅葉アートスクエアを通して私は成長させてもらったと思ってます。でまあ何よりもお母さんが本当に幸せで幸せていてくれることが私たちの幸せなので、これからも元気に、何だろう、心のままに、笑顔のまま楽しく浅葉アートスクエアを気づいてってください。なんか一人でも多くの人に感じてもらえるデザインを作りたいと思ってデザインをやっていて、まあそれがたまたま今までは広告だったりとかそういう商業デザインだったんだけど、今実は目指していることは、まず一つはやっぱり浅葉和子がずっとやってきたデザイン教室、まあ50年間やってるっていうのの重みを背負ってこれからやっていこうかなっていう決意にはなっていると。まあでも浅葉和子のこの偉大さっていうのは多分誰よりも僕は感じるんじゃないかなって気はしてて、まあ彼女のその
行動力とか人を引きつける力とか、あとは目に見えないところで陰ですごく努力してるところとかすごくいっぱいあるんだけど、まあ、今のところ僕はね何一つ勝ってるものはないんですよね。まあ勝つとかそんな関係ないんだけど、一応目指すところはそこにあって、浅葉和子のこのそうだな人を引きつける力かな、一番僕が憧れてるところっていうのは、まあ、親父にはあまり言えないんですけど、一応僕の中で一番この世の中でリスペクトしてる人っていうのは浅葉和子で、2番目が浅葉和子、まあ、本人の前にしているのはちょっとね照れくさいんですけど、一応この全人類の中で一番尊敬しているのは浅葉和子なのかな僕にとっては。まあその影響もあってこのデザイン教室をやろうと決意をしたのもあるんだけど、でもそれ以前に僕の中でやっぱりこの子供と何かをするとか何かを作ったりとか、まあ本当に遊ぶもそうなんだけど、やってみて分かったのはこれ俺天職だなってちょっと感じたのがあって、もちろんデザインとか何か作るのも好きだけど、それよりね子供たちと一緒に楽しみながら作って、一番の醍醐味は自分が教えたことで子供が何でも小さいのことでも気づいて成長を感じた時。50年子どもたちと一緒にね何かを求めてずっと来たんだけれども、もう本当にずっと突っ走って50年経って後ろを振り返ることなくここまで来ちゃったんですね。で今年やっと50年ということで、なんか大事な年だっていうことが自分の中でなんか目覚めて、ここでちょっと足踏みをして自分の50年を振り返ってみようっていう気持ちになった時に、今私が体験したこの50年に学んだいろいろなこと、子どもから学んだこと、それからネイティブの方から学んだこと、先人たちの知恵とかいろんな学んだこと、それを次の世代にどうやって残していったらいいか、正確に言うと50年前に始まって23年のうちかな、その時にアメリカに行くっていうことが、まあ、娘のちょっとしたことのおかげで起こって、その時に何をしようかっていう時にネイティブアメリカンの文化を学ぶこと、アートセラピーを学ぶことという2つの目標ができて、その中のネイティブアメリカンのところで虹の戦士っていうのをたまたま読んで、その時に目覚めた、八百いられたっていう自分の心があって今50年目を迎えてるんです。で改めてそのスタート地点に立って50年経った時に見えたものっていうのは、その未来の子どもたちのために、地球の未来は子どもの未来、子どもの未来は地球の未来、まあ、芸術祭のテーマでもあるんですが、それをここの虹の戦士の小さな空間なんですが、そこにいろいろな本を置いたり、まあ、人たちが集い合ってゆったりと次の世代のことをみんなで考え合いたい、そういう場所が今日開こうとしています。はい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 
もうご存知の方も多いかもしれないんですが、和子さんがお話になられたのに少し補足させていただきながら少しご紹介させてください。おっしゃられている通り、北山康平さんという方の翻訳によって1991年に日本に渡ってきた物語です。で、胸を射抜かれる思いだったんだっていうあることわざが元になってできた物語で、それは地球が病んで動物たちが姿を消し始めたまさにその時、みんなを救うために虹の戦士たちが現れるという一節が元になってできた物語と言われています。で、その戦士ですね、私自身がですね、カナダに住んでいるクリー族の人とたまたまご縁をいただいて、いろいろ教えてもらったりシェアしてもらったりする関係性を築かせてもらっているんですが、その中でお話しあったように、私もやはり戦士っていう言葉が得意じゃありませんでした。で、その時にやっぱ話してくれたことをもう少し加えさせていただきますと、戦士と兵士で分けて考えることができるんだよ。戦士はウォリア、兵士はソルジャー、さっきおっしゃってた通りなんですが、で、兵士というのはねって、戦士、兵士、ソルジャーというのはね、何か誰かの命令のもとに動く人のこと、自分の意思、自分の選択をまず置いといて何か命令のもとに動く人のことを兵士、それに対して戦士、ウォリアというのはね、自分の意思で自分の選択でここから動く人のことを戦士、愛の人、守る人という意味があるんだよと言われて認識が変わったので、ここ数年必ずご紹介させていただく。少年の心の中で、あの偉大なる曾祖母の声が聞こえてきたのだ。お前のハートが正しければ、お前を傷つけるようなものは何もない。動物たちとインディアンが兄弟だということを忘れるでない。虹は全てのものの中におられる、あのお方からのメッセージだ。世界中のすべての人間が一つの家族のようにつながることを虹は教えている。さあ、自分を信じ、あの山の頂にお行き、私につながる愛しいこの世、どうやったら虹の戦士になれるか、行け、行って学ぶがよい。愛と喜びをみんなの間に広げることだけが、この世界の憎しみを理解と優しさに変えることができる。この世の一切の戦争と破壊をなくすために、私たちに残された道はもはやそれ一つしかない。